今年はね、サウニュースも乗りました、AED を持参します。もしそれから薬も、DS1 を用意しておりますので、熱中症またはちょっと具合悪い方は世話人のこういう、羽織を着ている人に、準じて、伝えてください。そうすればなるべく怪我のないようにいきたいと思います。最後まで、元気よく怪我のないように、巡行した、いきたいと思います。皆さん よろしくご協力をお願いいたします。これから八坂神社の、おみこしを浜に持ってきます。それについて八坂会、よろしくお願いいたします。ご紹介に上がりました石井です。おはようございます。毎年この時期天気が心配なんですけど、なんか今日の予報だと曇り時々晴れなので、私会長になってから今まで雨が降ったことありません。それをまた期待して東海一日よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。同じく浅井です。同じく石川です。今日は一日事故のないようによろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。また今日も一日よろしくお願いしたいと思います。まあ、役員の出席に従って皆さんお願いしたいんですけど、とりあえず会長副会長ですね、ご紹介をさせていただきます。改めまして石井会長でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、会長副会長もですね、まあ、従って一日の行動をお願いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではですね、これからですね、みこしが立つんですけれども、その前にですね、まず石井副会長からですね、富に当たりまして中事項をですね、皆さんにお知らせしたいと思いますので、よろしくお願いします。おはようございます。いつも、八坂神社のみこし、担いでくれてありがとうございます。これからですね、中事項を言いますので、皆さん必ず守ってください。いいですね。はい。一つ、みこしの上には絶対に乗らないこと。いいですね。はい。一つ、氏子バッテリー以外の貝の判定を着ている人、また造備セッターを履いている人、みこしを担ぐ際は必ず脱いでください。いいですね。はい。一つ、たすきをかけている役員の指示に必ず従ってください。いいですね。はい。一つ、子供を風車にした場合、怪我のもとです。みこしの周りには絶対にとっつかないでください。いいですね。はい。一つ、タバコを投げ捨ては絶対にせず、携帯用の灰皿を使用するか、灰皿がある場所で必ずタバコを吸ってください。いいですね。はい。一つ、最後になります。今日は一日怪我のないよう、浜尾2歳です。みこしを楽しく担いでください。いいですね。はい。以上、八坂会からのお願いです。皆さん今日一日ご協力よろしくお願いします。はい。
これからはかかる前に皆さんと一緒にですね。